はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、これですね、MacBook、なんていうんだ、これは。Apple iPad を買いました。なんと3400円でした。ただ、第2世代ということで、ちょっと古いんですね。で、初の、iPad ですね。です。はい。で、今までね、Windows っていうのはもう何台も使ってきました。Windows 10の機械。もうトリプルモニターとかね。ノート PC とか、で、タブレット型が2台、さらにね、使ってます。そして、Android が、スマートフォンが1台、2台、それからタブレットが1台使ってます。iPad は初めてですね。で、このように届いてます。はい。楽しみですね。じゃあ、ちょっと開封していきたいと思います。ソック開けちゃいましょう。口がいっぱい。おお、すごい。じゃーん。わあ、すごい、でっかい。10インチですね。10インチってところ。充電ケーブルね、これ、買ったの100均で。ね、50センチだから短いんで、延長コードの。どれだろう。あ、これだね。ここに刺すんだね。入った。あ、いきなり刺したらリンゴマーク。これ充電を刺す意味するんだな。で、周り見ますね。これね、まずね、大きさがでかいですね。18.5ぐらい。長手が24ぐらい。ちょっとでかいですね。新型の、機械に比べると、ちょっとでかい。だから、入んないんだな、ケースが。ね。あ、いきなりハローだって。いきなりハローときました。映ってるかな？いきなりハローですね。ハロー。電源さしたら自動的に起動ってことですね。で、これホームボタンだっけ。あ、こんにちは。こんにちは。スライドで設定。日本語。ん？地域だって。まあ、日本ですね。言語を設定中。言語を設定中と出ました。これでかいから持ち運びはちょっと無理だね。で、電池残量が75%。キーボード。え？日本語。でいいね。あとで変更できます。Wi-Fi ネットワークを設定してください。あ、今ね。
いや、よく見たら全く傷がないね。保護フィルム買ってこようかな。裏もね、全く傷ないよ。すごい。カバー買った方がいいな。で、メールで送信、同意する。新しい Apple ID の作成には数分かかります。だって。まあ、めちゃくちゃ綺麗。これ全く傷がないですよね。保護フィルム買ってこよう。同意するしかない。なんかいっぱい細かい字でいっぱい書いてるけど、もう同意するしかないね、これね。なんだこれは。iCloud キーチェーンだって。診断。わかんねえな、何しろ。なんか、ようこそ、さあ始めよう。あ、来た。来ましたね。来ましたね。どうしましょう。マップとか、アップルストアとか。何からやりましょうかね。とりあえずね、今、使えないんで、Wi-Fi が。何からって言っても、ちょっと悩んじゃうとこなんですけど。設定。わかんねえな。わ、いっぱいあるね。続ける。写真ない。次に進む。まあいいや。これなんか設定来ちゃったけど。ね。で、これ。せめてね、カチャットぐらいでしょうかな。検索。入んなかったりして。なんだろうと。検索。OS のバージョン、あ、あるあるある。使える使える。使える使える。カチャッと入手。インストールね。あ、ダメなのね。インストール。ブラウザは V3HD。この iPad では互換性ありません。だって。何？何何何？カチャットビューは。あ、ダメだ。古くて使えない。カチャットが入れられないですね。まあ、これ OS をアップグレードしないとダメなんですね。OS ってどうやってあげるんだ、これ。どうすんの、これ。OS。ね、設定でいくんだろうな。で、OS ってどれだ？アップデートをオンにしてるから、待ってればそのうちなんのかな。まあ、これからね、順次調べてね、いきたいと思います。何しろね、とっても綺麗ですね。これ音量か。ね、音量。とっても綺麗ですね。全く傷がないですよ。傷がない。ね、まず正面から見ると、ガラス全く傷がない。で、裏側、アップルマークですね。全く傷がないですね。ね。
これスリップボタン。これは？何のボタン？スライドロック。あ、これサイレント。音が出る。あ、おお、回復した。ねえ。とりあえずシャットダウンしちゃおう。なんか、どこだ、シャットダウンって。これかな？あ、スリップ鳴るだけだ。何しろ、でかい。何しろでかい。で、勉強にこれから使っていきたいと思いますね。ただ、カチャットの最新型が使えないのが仕事でね、あ、シャットダウンできましたね。仕事で使えないような気がする。まあ、OS のアップグレードができたらね、使えると思うんで、この辺チャレンジしたいと思いますね。はい。で、16GB ですね。全く指紋がなくてね、新品ですね。まずはね、フル充電してから使いたいと思います。ね、素晴らしい。ほら、全く傷がないですよ。全くね、買ってよかったかな。まあ、これからね、買ってよかったかどうかはね、これから使ってみてですね。はい。では、以上です。